大挑戦。アズライルバーサスバルケンハイン、逃げるバルケンを追うアズライルの構図。先手を取ったのは狼ジャンエー。ジャンエースタートはそこまで減らないけれども、画面端で状況維持。グローラー体力を奪っていきたい。弱点をつけたいアズライル。ジャンシーヒット、裏回りに出して 2B、 これはキャラ対です。バックステ読んでいる。さあ 2B スタート、 2B3C からコンボに行ったところ、ここはバースト入っていく。オオカミで隙を伺いたい。ここはうまい、下から待って真下から空投げに行く。ダメージを奪ってバックステにジャンピーが引っかかる。ワンチャンス生まれる。ここは画面端を嫌ってガーキャンで逃げる。さあワンチャンスない。じゃあ上りジャンシーでしっかり殺す。さあリーチをかけたのはシータバルケン。開幕グスタフ当たって投げはしっかり抜けていく。ダッシュグスタフめくり、しゃがみくらいしっかり確認して、3段から弱点復活。さあ体力を有利したのはアズラエル側。じゃあアンジシーから3段入れて、あ失礼ちょっと目を離しました。グスタから中段ガード攻め 6C、 タチミから逃がしたくないでござる。この状況 6C しっかりガードしてグスタフ裏回り、タイガーミスった感じ。狼じゃないで崩していく。さあしっかりとお互い警戒している。いろんなものが噛み合って最終的にコンボ決めてんな。おっとグローラーまだまだいってる。あっと勝手臭い当たり方した。さあ 1-1 の状況になる。大将戦最終ラウンド、お互いバースト持ちの状況。先手を取ったのはシーザーバルケン。コンボに行って奥締め、三振は当たらないが攻めて、これはしょうがない。ジャンシーに対してバースト、グスタフ勝った。さあここで崩せ緑投げ、フォーム見せて肩がカウンター、ヒンベルが緑になってる。あっと続かない、それが繋がるのは前回まで。ジャンシーガード、さあアズラエルの体力が残り2割来てる。ジャンシーヒット、裏回りピーク当たってグスタフガード、ジャンピーカウント、弱点がつく。下からオオカミが体験になる。オーディつながって、これは知るでしょう。さあ殺しきり、勝ったのはシーダブルケン。逆にですね、関東は多分荒船とか、あとはそうですねノエルとかも関東の方が強いっていうイメージはありますけれど。さあ戻りますか、大将先鋒戦、潜水プラチナ VS クラリー。さあ開幕 2B から刺さって画面端に投げて崩している。テルシャバット読んでいるが反角がない。体力が6割溶けている。おっと1つヘイタルスタート。さあコンボできるか、しっかりと拾って読み1つ上画面端まで運んでいく。6C 裏待てしっかり成功している。バット読んでいる、その後のフォローがつながってしまう。あ1ついろいろとあってあさあ大城ブームやってくれました。あちょっとよく見てたんですけど、
さあここはうまさを見せるクラリー、進路にはいかない、置き攻め、これはうまい、しっかりと投げていく、開幕空投げ外している、どっちが先に投げたかちょっと分からない、お互い空投げに行ったところを外す、開幕爆弾ぶん投げてプレゼントぶん投げてペースを握りたいプラチナ、下から6人でライチが強引に卓を取っていく、バットは上からかぶせていって、置き攻め、これがバット警戒、バットさらに警戒していく、さあ警戒警戒、ここまで警戒してると逃げれない、紫ながらしっかり潰して5つ横、ここは使ってしまう、立ち絵からしっかりと最大取っていきたいプラチナ、中央は貧弱です、超強気に打っていく、バット、さあバットしっかり警戒してますね、体力並んで画面端、プラチナの本領は画面端に行ってから置き攻め、ジャンヌ、ここは強化プレゼントが待ち構えるが、いつツバメ、ここすげえ画面見てた、当て見て返して優位と確定しません、さあここは踏んづけてマミサーキュラー、あーこれ死んだね、わあ生きてる、残りドットのライチがバットで振り回されてここで浮く、11の状況、しかしリーチがかかってるのはクラリー、おっと投げすか、これ爆弾重なっちゃってました、クラ確定ではないですけどね、紫投げしっかり返してる、爆弾が上から落ちてくる、しっかりとフォローして棒がどっか行っちゃった、プレゼントボックス、おっと空投げ、かなり強い選択肢、意味を見抜かして5つ上、置き攻めかぶせていく、これうまかった、空対空ジャンピ、主審はいい感じに転がず、ここは逃がしたくないからバースト、位置入れ替えて、お互い位置入れ替えて、ここは当て身、ああそうですね、プラチナの当て身はロマキャンはできます、一応ダメージはちょっとだけ出ますね、爆弾やってバットが下から待っている、あー1通漏れてる、さあここはしっかり半角取っていくのはプラチナですが、コンボが続かない、体力までゴムの状況、バットは読んでいる、爆弾一つした、さあちょっとバースト警戒しちゃったか、クラストレがここはうまい、しっかりとアドミル割っていく、ツバメ返し、センスがなかったでござる、さあ呼び出しますね、あ来ました来ました、先方時報戦、ニュー vs ミュー、12 vs 13、11はなくなった、なくなったよ、これどっち有利なんだろうな、さすがにわかんねえな、先手取ってるのは13の方ですね、置き攻め中段ガード、あー失礼、中段食らってその後の下段がつながらない、 6C が当たって生田力のコンボ行く、 6C スタートは結構重たそう、画面端、ここは手打で崩していく、早めのバースト吐いて体力が並ぶ、ゴブとゴブの状況から今度もビーム、今度は12のターンになるが、距離を離してシューティングゲームやってる、投げを返する、しかしこれ着地硬直っぽい、デンジャーがついて置き攻め、中段に対して割っていって画面端に行く、まだ殺しきりではないが置き攻め、つぬげ置き攻め、強気のタッチが刺さって、さあミューが一本選手、これはうまい、しっかり6人見ている、この6人が強いです、しっかりと2戦取っていく、フィールド巻いて牽制していく、スパイク当たってこれは痛い、さあ遠距離でじわりじわり体力奪っていく、
ジャニシヒット、美味しいダメージ。画面8号正体、起き攻めは、さあしゃがみがちょっと速かった、ジャニシヒット、ここはバスト8、巻いて体力並ぶ、フィールド巻いて、なんかカウンターしたけど、おっと強気に踏み込め、スパイク6、おっとキャバリーミスって、ジャンシーからコンボに行かれる、これで体力が並ぶ、出っ放し、おっとコンボ補正切りミスって、半角取っていく11、さあパッと見る感じビュー側がちょっと厳しそうに見えてくる感じ、ビームが出ないんですね。ここはうまいですね、しっかりと対空からダメージを取っていったのはミュー、この状態になるとニューガーが厳しい、置き攻め、ジャヌシーから、ジャヌシー、ジャヌシーヒット、さあ空中で食らってコンボスタート、置き攻め続行、ビット2つ、中段立ち食らしてしまう、ここでバースト、体力が1割切ったところ追うことができるか、下段が刺さって封殺、あの状態になっちゃうと厳しいんですね。